すごい。はい、お待ちどうさまです。あったかいお蕎麦です。岩が動いている。と思ったら、うじゃうじゃうごめく船虫だった。すいません、通ります、と言いながら、そびえ立つ岩の間をぴょんぴょん飛んで進む。シュシュシュッと素早く散る船虫。するとつやつやの岩肌があらわになった。私の行く道を彼らがお掃除してくれているようで、とてもすがすがしい。寝転がる。チャプンという波の音がじんわりとしみる。たまにはこうして休むのもいい。今日は岬にやってきた。うちの近所の海と違って砂浜の粒が大きい。じゃりじゃり、色も少し濃いので、私が毎朝ひいているコーヒー豆みたいだと思った。ぐるりと探検。裏道であればあるほど高まる。連れてきてくれたお友達は、この草は痒くなるから触らないようにとか、おや、バナナの木に花が咲いているぞとか。今万歩計が6000歩になったとか、いろんなことを教えてくれた。そうして歩きながら、バラバラになってしまった体を拾い集める。確認する。この道を一歩ずつ歩んできたことを、ゆらゆら揺れる影を、形作られた誰かの存在を、私は私を見つめる。もうすぐお昼だ。
と太陽を見て思った。潮風がひゅーっと吹いて髪を絡ませる。岩場を振り向くと、そこはもう船虫で覆い尽くされていた。また始まるらしい彼らの日常。再び岩が動き出す。この道をかつて誰かも通ったのだろうか。きっと船虫だけが知っている。